こんにちは、フリースピリッツです。本日はムーピューさんのアイテムを紹介いたします。川を育てるをコンセプトにユニークな仕掛けと遊び心を盛り込んだアイテムを展開しているムーピューさん、あったらいいなを形にしたアイテムを生み出し、多くのファンを魅了し続けています。では箱の中身を見てみましょう。本日紹介するのはMPのブックカバーです。こちらは文庫本サイズのブックカバーです。ギフトにも自分へのご褒美にも人気のアイテムです。お気に入りの本を守ってくれる上質レザーのブックカバーです。厚みの調節が簡単にできる折り込み式のデザインになっております。右側は差し込むような構造で、左側は折り込む形になります。折り込み部分に楕円形の切り込みを入れて、しおりとして使える工夫も施されています。そして使用しているレザーですが、バッファローレザーを使用しています。独特のしぼ感が特徴的な単人なめし水牛革です。しぼ感がありながらも表面はスムースな食感です。使い込んでいくと革がなじみ、色ツヤも増します。では実際に本を入れていきます。まずお気に入りの本を用意します。この本の厚みは約1センチです。まず表紙を差し込みます。次に裏表紙を反対側に差し込みます。そしてブックカバーの折り込み部分を内側に差し込みます。裏表紙は折り込む構造なので、厚みによって変動できる仕組みになっています。入れた後はちょっと一度形を整えてみましょう。こんな感じで文庫本収納できます。切り込みの入った部分はこのようにして使います。どこまで読んだかすぐに分かりますよね。この本みたいにすごく薄いものでもしっかりと本を包んでくれます。で、このしおりとして使える切り込みですが、一緒に折り込んでしまっても綺麗な外観ですね。お家での読書タイムも本革のカバーをつけるだけで、さらに質のいい時間になりそうですよね。では本日もご視聴いただきありがとうございました。